はいどうも、待たせたな、アリケンです。フォートナイトチャプター2が終わり、ダウンタイム中でとても暇だと思ってます。やっぱチャプター3が始まることによってフォートナイトの動画が撮れないので、その時俺に何が動画が撮れるかというと、そう、 FNCS の動画をもう一度こする。そうですね、まあいろいろ今まで FNCS 上げてた動画の中で、今日はその中でもよりみんなが盛り上がった、心に残った名場面を5個持ってきました。1位から5位あるのでね、それを5位から、みんなで振り返ろうという動画でございます。まあ皆さんね、いろいろあると思いますけどね、ここのシーンが良かった、ここのシーンが良かったなどいっぱいあると思いますけどね、ちょっとそこを見ていきましょう。今日はね、一応生配信中でね、動画を撮ってるのでね、コメント欄にね何人もいるので、ね、じゃあはい、皆さん挨拶お願いします。みんな挨拶お願いします。はい、いいねいいねいいね、うん、喋んなクソでば見てな、見て、うんうん、うん、こんにちは、どうも、うん、ブッスなんか普通のコメントの中にアンチが何人か混じってんな。まあてな感じで今日はやっていきたいと思います。皆さん編集者の人が結構いろいろ再生数とこの前のツイッターで募集した時のやつを踏まえて5位から1位までピックアップしてるので、まあそうですね、思い出とともに語りながら見ていこうかなと思います。それでは栄えある FNCS 心に残った名場面シーン第5位はこちら。さあワイルドホークが多分アロンアルファ塗られてますね、ケツに。これはもう鼻にあんないですね。あー、肩車しだしたって、肩車どういう状況なのこれ、肩車しだし、そんな機能ないだろ、おなか、首が持ってかれそう。どうやってますね、2人。あー、そのまま、あー、死んだ。すごい状態だ。でもわけのわからないことが、残り人数10人。さあ目の前のドッキンさんを油断、やばい。さあワンパーティーを一人で加密させることができるか。さあ二人後ろから持っていって、さあ残ったレタスさんもスリム倒していく。そして残っていると1位のチームこぞって落ちてる。ここ取ったらマジで逆転あるぞ。さあここを勝たなきゃむしろ逆転はない。さあマフィン、さあ最後回復勝負になるが、きっと思ってるので100は回復できる。さあリルが上からやってきた、シュンシャンチームだ。さあシュンシャンたちがさあやっているが、ここは落とされる。さあラギスが上でやり合ってやられるが、マフィン100回復できない。最後はシュンシャンチームが勝っていった。いやすごい。いやでもこれ、これマジチャンスあるよ、これ残り2試合だからね。2チームがね、2チームが上がったの嬉しいな。さあここでアリケン様がワンツーフィニッシュ。はい、ということで第5位は6万人が観戦する中でマフィンたちが激アツみたいな動画だったんですけど、これはね僕の記憶にもすごい鮮明に覚えてて、僕 FNCS のフォートナイトの生配信してるんですけど、その中で俺の人生の過去一で同時接続同接が多かった時なんですよ。だいたい5万9800人とか言ったんですけど、はしょって6万人って言ってるんですけど、まあ、この時が一番盛り上がりましたね。やっぱり6万人も見てた試合っていうということでトレンド入りもしたし、やっぱりマウフィンたちが海外勢とどっちが勝つみたいな感じですごく盛り上がった試合ですね。でもこれが5位に入るって、ちょっと大丈夫ですか編集者さん、6万人が見た試合が5位ですか。まあでもまあ他にもまだまだいろいろあるんでね、まあどうなるか分かんないけど、確かにこれは盛り上がった。それでは次第4位はこちら。あっけーさー、びっくりしたー、お前やべー、マジで見てほしい、やばい本当にこいつ、びっくりしたお前、ちょっとやばい本当にやばい本当にやばい、そんなやばいの、ラギスとかやばい本当にこいつ、ガチやばいガチやばい本当にやばい、もう全部見るわ全部見るわもう。さあ資材も残り70枚、さあどこか敵を落として、さあ一気に撃っていきたい、うまー。さあまずはルイサナを落としてヘッドショット、さあカッキル入れて、さあ資材もゲットした。今日めっちゃ生き残ってるな。さあシュートタッチの、さあ一気の猛攻を、うわー、さあまずはカウンター一発シュート、ポンプで沈めていった。さあさすがにこれはシュートの蘇生は入らないでしょう。さあしかし一応さあカッキルを取りに行きます。さあ目の前シュートを移動させている、うまっ、はあ、
マジか。さあ残りの人も100ダメージからの、さあコアがやられていくが、ここはハムピさんにさあキルを取られていく。さあ一気にキルを稼いで現在90ポイント。さあうわー、さあピズバンバーやって、さあ横に出てきた人も、さあムーンも倒す。さあ7キル目えぐい。さあ11ポイントもどんどん上がっていきます。さあ資材も116まで回復した。圧倒的強さ、圧倒的エイム。うわー、後ろから来たデーモンもしっかりとヘッドショット。9キル目が入ります。さあ目の前レタスさんをマーフィンが倒して、さあここはマーフィンも前しっかり切れて、さあやっていく。さあマーフィンも資材がないのか。さあアセルトライフルの、さあレーザーで倒そうとしている。さあここで、さあ山の上なので上に行くしかありません。圧倒的に不利。さあナギスこっから勝てるのか。うまい。さあここはナギス、違うか、やられたのか。なんとびっくりした。あーびっくりした。いやーでもすごい、すげえ。あ、めちゃくちゃ上げたなってことでしょ。はい、ということで第4位、これはやっぱり動画で見返してもすごいな。今見てもやっぱりラギスはクラッチキングだなってやっぱ思いますよね。ラギスがよくクラッチしたり強いよとかワンパンするよっていうのをすごい知ってたんですよ、この時。でもあんまりプレイ動画を見てなくて、ラギスって誰やねんっていう気持ちで見てたんですけど、 FNCS であの温厚なマーフィンがいきなりディスコードの通話、アリケンサーバーのディスコードの通話に入ってきて、やばいですと、本当にやばいですと、もう本当にアリケンさんもこれを見なきゃあなたは人生の80割損しますよみたいな感じで言われたんで、これは盛り上がったね。見てる方は盛り上がらないわけないよね。フォートナイトやってる人間は全員こうなりたいけどね。うん、もう俺はなってるけどね、正直。まあ、みんなはまあ下からこうなればいいけど、うん、ラギスト俺はあの肩組んでいいから、うん、よろしく。まあ、冗談はさておき、はい、それじゃあね、流行る第3位、トップ3でございます。それではトップ3、あ、ちょっとあれしようか、ちょっとみんなどう、コメント欄のみんな、みんなこれを見てどう思った。はい、君たちのターンだよ。ラギスうまい、ラギス最強、ラギスが強い、強すぎ、強すぎ、ぶっさありけん、うるせえ、なんだ、俺に悪口を言わないと死んじゃう人が何人もいるな。今ラギスの感想を言うのありけんブスがいらないからな。でもすごいよな、本当にこれは本当にすごいと思う。それじゃあ次いきますか、3位の紹介です。それでは3位をどうぞ。一番楽しみなのはやっぱりグラトゥーのスイルマーリス VS ファックスボックスピーターパン。ちょっと待って、ちょっと待って、俺ちっちゃすぎん？そんなちっちゃいことある？こんなにちっちゃいことある？さあスイルムが逃げて、さあアリスもここは外に逃げていく。さあピーターパンとファックスボックスたちもここはちょっと後ろに引いて、出てきたところ、ヘビースナイパー、どっから出てくるか分かってるのかこの男。たちもうまい、いいね、いい感じで後ろに下がっていくが、貫通力とショットガン、この2つを、あファックス・フォックスとピーター・パンがアリスチームを打ち砕いていった。ロケットランチャー目の前にぶち込んでダメージ与えて、さあ倒せなかったが、さあ資材を取りに行く。さあ横にいる敵も150、ハンジャングを倒してさっき入れて HP 回復。さあ資材をある程度ゲットしていくが、これHP のあれがないので、さあダメージめっちゃ削られてしまった。しかし資材はすげえ量取れたので、これは固くさあやっていく。残り6人4チーム、もし水流も HP が多いので水流に渡して、ね、あとは隠すみたいな感じで。さあしかしロケットランチャーでどっか隠殺入れれば美味しい。さあここは下ろして倒していきたかったが、間一髪倒せなかった。しかしここでフロッパーを使う。さあフォートナイトの神様にも好かれたこの男、 HP 回復して下にいるヤングギョーを倒して18ポイント、一気に上位に食い込んでいく。残り 2v2、 ハイグラとローグラの戦い、横から来た敵一発撃っていきたいが、ここはスイルもやられてしまった。さあアリスエイムがちょっと、ここは80ダメージ。さあゆっくりゆっくり敵を倒していきたい。さあ2対1のポイント、さあ下にいる敵をまずはワンキル。さあこれで1対1まで持ってきた。 HP も回復、
降りてきたところの敵を倒せるか。さあアリス圧倒的強さで敵を追い詰めていく。さあ一度アンチ街に出てハイグラをゲット。さあ状況が変わった。ロケットランチャーぶち込んでアリス23ポイントで1位。ビクロイおめでとう。強い、強すぎるわこいつマジで。これも勝ち逃げだね。勝ち逃げだ。もうおめえらと戦わねえよっていう。俺ら今上位だし言った。あ、ファック。はい、ね、なんか最後よくわかんない、なんかね、もう懐かしいですね。多分今最後踊ってた人の名前はゆきなちゃんって名前だと思うんですけど。はい、ということで第3位を見ていきました。いや第3位そうですね、グラトーバトル。まあ FNCS の観戦配信がどんどん盛り上がってくる時期ですね。これ多分最初の方の、これはねすごい盛り上がってね、ピーターパンたちかな、ファックスボックスたちとアリスたちがグラトーっていう場所がもともとありまして、そこにミシックミニガンっていう本当に頭がおかしいぐらい強い武器があったんですよ。武器を見てもらうようにロケットランチャーとかがまだあった時代で、そのミシック武器を取るためにグラトゥで2パーティー、もうファックスボックスたちのチームとアリスのチームがもう取って取られて取られて取ってトトトトトテトテトテテテテみたいな感じでずーっとグラトを取り合うんですよ。でね、その倒したら死体打ちをやったり踊ったりで、コメント欄はね死体打ちするな、エマートするなみたいな感じでね、どんどんなんかねフィーバーしてたんですけどね。いや懐かしいですね。やっぱね僕は思うんですけどね、こういうフォートナイトというゲーム、負けられない戦い、プロとしてゲームで飯を食ってる人同士の熱い戦いっていうのを初めてここで見て、まあ俺がもっと FNCS 面白いなって思った瞬間でした。はい、まあどっちが勝ったかはまあ覚えてないんですけど、はい。はい、あともうゆきなちゃんはもうボトルのキャップがないのでできません。はい、はい、それでは流行る第2位を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは第2位こちら。さあリザート3試合目勝てるか。神進行だね、ちゃんと分かってる。ナイス、うわいいよ、やばい、でもいいよ、ポーションはいい、ポーションはいい。いやこれまず進行もうまい。いないこの武器。いいよ、前の方取ってる、前の方取ってる。違う、キーポン拾ったけど落ち着け、リザート落ち着け、マジで頑張れ。いやそれ刺さる、お前の打ち切れ。ナイス、どうぞ。これもかっきり入ってるから一回後ろに戻った、えらい、まあ、うまい、ナイス。いやいけるぞこれ。いや回復多分いけんじゃないこれ。おめっちゃいける、いける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 、いける、いける、3個ある。やばいやばいやばい。でもあと26秒だから。いやもう全開してる、多分ここに目の前にる。あああああるぞ、やばい、勝てる、あるある、勝てる勝てる、めっちゃある、めっちゃある。落ち着け落ち着け、メリキもある、メリキもある、絶対勝てる、絶対来た。これはこれは来たでしょ、ワンブヤン、メリキもあるし、え、ワンブヤン、ワンブヤン、クロッパー食べてメリキ巻く。やばい、マジで頼む、マジで頼む。うん、ちゃんとロッカだぞ、ロッカだぞ、それロッカだぞ。いける、いける、いける、うわ、でも相手も、あ、でもこちらの方だ、相手も動いてる、来た来た来た、いける、来た、あーよーい、スマート。はい、ということで第2位を見てもらったわけなんですが、いやこれはね結構最近の動画なんですけど、敗者復活戦、ビクトリーロイヤルを取らないと次のラウンドに行けない、もう最後の崖っぷちの状態の時にリズアートたちがもう最後の最後全部敵を倒して、そしたら敵が回復をたくさん持ってて、その回復を全部使ってギリギリでビクロイを取って次の決勝に駒を進めるっていうところのワンシーンです。正直リズアートたちこの敗者復活に行くまでにすごいなんか全然調子が良くなかったんですよ。で、あーってなってる時にリズアートが最後一人で残って回復かき集めて最後決勝に出るチケットを取るっていう、もうすごい激アツな、やっぱ主人公として持ってんだなっていうのをすごい感じました。次のシーズン、次のチャプター、デュオ誰と組むかすごい楽しみだね。はい、ってことで、次第1位の前に、なんかうちの編集者がなんか番外編を入れてくれたということで、ちょっとそちらの番外編を見ていきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。番外編どうぞ。誰だろうね。で、多分ラストビクロイすればワンチャンあるって感じですね。345見ていきましょう。さあいましたね。さあザンギ選手ラストマッチです。これ、これだね、これビクロイ多分5キルビクロイとかでもう普通に通れる。33位ちょっと通ってほしい、ここまで来たなら。いやビクロイでしょ、
さ、PF 画面さ、いいねいいね、探しに行きましょう。ゾンギクラッシュしてね、あいつ。ええ、ゾンギいないくね、左。あれ、いや、持ちすぎだろ、それは。持ってるわ、逆に。これでさ、二人でさ、ビクロイしてクオリファーしたらマジおもろくない？いや、もう、それおもろすぎやろ、これ。俺でこいつらがビクロイしてクオリファーしたらマジでザンギいらないよ。さあ、ペッパーもらって、シュライフ N。さあ、移動していきます。え、これハイグラ、え、ハイグラ取ったって。あ、え、いや、マイサーがいる、バケモンがいる。クソウマや、クソウマ野郎がいるぞ、クソウマ野郎が。あれ、ハイグラ取った、え、ハイグラ取ったよ。え、え、ちょっと待って、ある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 、今まで一番いい試合展開。そいつ倒したい、強い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 、倒していく。あれ、回収したい回収したい。さあ、資材増えた。さあ、上キープできる。あれ、で、しかも PF も取ってる資材。あれ、え、あれ、あるのか。ちょっと待って、ちょっと待って、え、今3位、今3位。え、で、しかもこれアンチ、え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 、嘘だろ、嘘だろ、おい、え、ある、え、てかこれ勝った。え、これもう上から撃つだけ。え、これ勝つくね。え、マエサーもいて、マエサーもいるのに。え、残り 1v2v1。 え、そんなバカな。え、え、え、あるって。え、てか勝っただろこれ。え、燃やしてる燃やしてる。えぇ、いや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 、はいはいはい、ザンギが配信映してあげたの、ツイッターにさ、なんかリアクション動画上げてんだけど、ちょっと見てみて、ハリケーン。アホだわ、ホントホに。はい、皆さんこれ確定です。ザンギはドルル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 ルか見て、でバカにしようと思って見たらザンギクラッシュしてて、あいつ本当にいらないじゃんっていうくだりを取って、もうお笑いの基本みたいなことがあった後に味方二人がめちゃめちゃ頑張ってビクロイして、本当にザンギがいらなくなったっていう動画です。ちなみにこれ主役ザンギなんですけど、確か100万再生ぐらいされてるんですよこれ。まあ、いつもは強い人をバーってやったの見てるんですけど、こういう弱いやつが、まあ、ザンギは何もしないんですけどね、クラッシュしてたんで、こういう弱い人たちが頑張って10位を入賞するっていうのもすごい面白いなって思った作品でしたね、これは。まあでも本当に残業は何もしてないですけどね、クラッシュしてただ祈ってただけですからね。はい、まあ漫画編はここら辺で終わりということで、それでは、はい、ある、FNCS 最高の瞬間第1位を見ていきたいと思います。それでは FNCS 最も盛り上がったシーンはこちら。さあ、物資も多い、メディキを上げて最終調整、リムルの回復、5点セット、欲張りセット、武器は持たない。これはもうね、さあ、ローグラが空いている、ローグラが空いている、ローグラ入って、あとは回復勝負するだけ、しっかり囲んでいきたい。そうね、部屋だけしっかりしたい。さあ、資材を全部使って逃げれる、部屋を全部作る、これはいける、残り5パーティー、回復勝負は勝てるだろう。回復ミスも怖いね、頼むよ。さあ、これは
もう巻いていきます。8、7、間に合う。よし、4、しかも下へのヘイトはない。さあ、あとはキャベツを食べるだけ。残り3パーティー。リブルが回復、上では回復はなさそうだぞ。さあ、どっちが勝つ。さあ、リムル、マルは、さあ、来ない。さあ、回復勝負。さあ、リムルの回復はいっぱいある。最後の最後で決めるか。さあ、ヒロキの、ヒロキスの回復はない。リムルがそのまま回復勝負取っていけ。これは決めた。ラスト試合、ビクトリーロイヤル、最後の最後でグランドファイナルへの切符を手にしていきました。いやー、これは素晴らしいね。まあ、これはまあ誰も文句がない1位じゃないのかな。結構最近の動画なんですけど、そうですね、マウフィンたちが最強トリオと言われてたんですよ。ワイルドホーク、リムル、マウフィン、最強だろって、このトリオが一番強いだろっていう大会で、最後のトリオ大会、 FNCS の最後の大会、この前あった最後の大会でですね、超調子悪かったんですよ、ずーっと。で、あー、マウフィンたちダメなのかな、この敗者復活戦のラスト試合で勝つっていうシーンなんですけど、あー、もうダメなのかなっていうところだったんですけど、マウフィンたちが最後の、ほんと、もうこれ落ちたらもう決勝なしですからね、 FNCS 敗退ってところで、最後の最後、本当の最後の最後で、 FNCS を見てるみんなも、マウフィンたちもうダメかなって、もうマウフィンたちはいけないのかなって諦めてたところで、最後の最後でビクトリーロイヤルをするっていう、俺もこれはもう文句なしの1位だと思います。やっぱりこの試合を見て、すごい競技シーンって、フォートナイトのプロっていいなって思ったワンシーンでした。いや、これはすごい、本当に。これね、みんなもうこの動画を終わった後にね、見に行ってほしい。本当にすごいから。はい、ということで、1位から5位、すべての FNCS 盛り上がった瞬間、番外編も含め終わっていきました。皆様どうだったでしょうか。それでは、今日は、FNCS 最高の瞬間ということで、とてもいい動画を、まとめ動画を作らさせていただきました。よかったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録とコメントも押してくれよな。それじゃあみんな、またチャプター3で会いましょう。最後はまたなでお別れだ。せーの、またな。バイバイ。